タイシール・アルーニータイシール・アルーニーは、シリアの生まれのスペインのジャーナリスト。カタールの衛星テレビ局、アルジャジーラを代表する記者として、アメリカのアフガニスタン侵攻やアメリカのイラク侵攻の取材で活躍した。名前は、日本語では、タイシール・アルーニーとも表記され、より、アラビア語に近い表記だとタイスイール・アルーニーとなる。オーブンスペルは、ロウニー、ルーニーなどと表記され、 フィナンシャルタイムズ氏の2006年7月のインタビューでは、テイシーアローニケイトと表記されている。1955年にシリアのダイルザウル氏で生まれた。1983年に彼自身が経済学の博士号を取得するためにスペインに移住し、グラナダで結婚した。1988年にスペインの市民権を取得した。自宅はバルセロナにある。彼は、 カタールの衛星テレビ局、アルジャジーラの記者として様々な実績を上げている。アフガニスタン駐在員となり、2001年10月のアメリカのアフガニスタン侵攻の時には残留した唯一の外国テレビ局の特派員として、首都カーブルから戦時下の様子を伝えた。アメリカ軍のピンポイント爆撃による悲惨な市民被害の実態を伝えて国際社会に衝撃を与えた。 また、アルカイダやタリバーンにも積極的に取材を試みた。ウサーマ・ビン・ラーディンへのインタビューに成功し、ビン・ラーディンの声明テープをカブール支局から全世界に発信した。これらの彼の活躍により、アルジャジーラは一躍中東の CNN と称えられるようになった。2001年11月、北部同盟軍が首都カブールに入場する直前には、 アル,ルーニーが働くアルジャジーラの支局がアメリカ軍の巡航ミサイルによって爆撃されたが彼は不在で無事であった。戦争後、アルーニーはカタールへ戻り2003年3月にはアメリカのイラク侵攻を取材のためにイラクの首都バグダードへ派遣された。バグダード陥落目前の4月8日アメリカ軍の爆撃機がアルジャジーラの支局を爆撃した時に アル,ルーニーも支局に行って同僚が死亡したが彼は無事だった。くしくもアフガニスタンイラクの両国でアメリカ軍による爆撃でオフィスを破壊されたのである。2003年に休暇で自宅があるスペインのバルセロナに滞在していた時に当局のテロ捜査対象となって逮捕された。2005年9月26日、アル,ルーニーは首都マドリードにあるスペイン全国管区裁判所において アルカアイダの現金の運び役であるとされて、金庫7年の刑に処せられた。ただし、彼がビンラディンへのインタビューを行ったことや、アルカアイダの末端メンバーであるとの疑いについては、訴追を免れた。2006年10月6日、アル,ルーニーは健康状態を考慮されて、自宅軟禁となった。ありがとうございます。